はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、はい、ハイエースの DIY 動画になります。はい。こちらの窓の、を埋める DIY になります。はい。で、今回この窓埋めはですね、YouTube でいろんな方の動画を参考にさせていただいて、このね、吸盤で留めるタイプのものを作ろうと思ってるんですよ。っていうのも、車に穴をあんまり開けたくなくて、なるべく傷を残さないような形でしたいなと思ってまして、それでこの吸盤を使おうと思ってます。はい、で、吸盤を使うタイプで作られている方結構多くて、傷つけないし、吸盤でもくっつくし、で、この吸盤もいろんなタイプがあって、で、ホームセンターで見たらですね、耐荷重8キロまでで、ちょっと心配だったんですよね。それでも良かったんですけど、うちが購入したこの吸盤はですね、12キロまで対応できる小川の、タープ用吸盤フックになります。はい。で、このタープ用吸盤フックはですね、ネジを締め込んで、中を真空にして、より強く吸着させるものになるんですけど、π65 の32ミリで2個入りで、この金額になります。はい。で、耐荷重が1個、12キロですね。だから、結構重たいものでもいけるんですよね。で、実際に取り付けてみたんですけど、もう指の力で取れるようなもんではない。そうだね。かなり強くね、締め込まれます。はい。ということで、これを使ってですね、材料を取り付けていこうと思うんですけど、それ以外にですね、購入したのが、9ミリコンパネ。はい。9ミリベニヤですね。うん。を2枚。うん。ゴリラウッドグルーっていうボンドですね。これは初めて買ったんですけど、外国のボンドってね、加工性が良くて、ボンドをつけた場所でも、削ったりできたりするんだけど、日本のボンドってかなり強力なんだ。あ、そうなの。強力なんだよ。白ボンドってよく木工用ボンドあるじゃん。あれめちゃくちゃ硬くなって、本当に伸びとかでやると伸びがすぐ切れなくなるぐらい硬いんだけど、こっちは、塗装 OK、研磨 OK、切削 OK。だから作業性はね、結構いいんじゃないかなと思って、初めて購入しました。はい。ゴリラボンドってやつ、最近よく見るよね。いる。で、あとはホルソーですね。ホルソーが、2000円ぐらいだったかな。金額が書いてあると思うんですけど、これはインパクトに取り付けられるタイプで、初めて購入しました。はい。いろんなサイズがあるので、今後いろいろね、加工する中で、出番が多いんじゃないかなと思って、こちらもね、思い切って買ってみました。はい。で、お次はですね、エプトシーラーっていう気密パッキンになります。はい。これは何に使うかというと、木をさ、窓の形に切り取るわけでしょう。で、切り取ったその縁の方に貼って、その、揺れ防止とか、あと傷防止。車への。はいはい。っていう意味で貼ろうと思います。これも参考にさせていただいたチャンネルの方がつけてて、確かにいいなということで、今回これをね、採用しました。はい。で、ゴリラボンドでこいつをつけます。小口っていうのはなかなかテープはつかないから、もうボンドでつけて、テープを貼ってっていう感じですね。はい。以上かな。あと、9ミリベニヤの上に、床材を貼るんですけど、床材は、だいぶ昔、もらったものがありまして、で、それが、たまたまね、今回足りる量あったので、そちらを使います。で、実際にですね、ホームセンターで全部材料を揃えようとすると、多分ね、片面だけで1万前後するのかな。かかるね。1万はしないか。かかるんだね。で、今木材が高騰してまして、この9ミリベニヤ1枚でも結構高かったんですよね。はい。1980円だったね。で、あと、杉の、サネ付きのものも、なかなかいいお値段するので、なんか杉材で作ろうと思うと、そこそこの値段がします。でも軽いからいいんだけどね、杉材はね。そうなの。だから今回は9ミリベニヤと杉材が12ミリだから、全部で21ミリの厚さになるんですよ。で、吸盤が両方で24キロまで耐えれるから、全然多分許容範囲だと思うんですけど、参考にされてる方は3ミリのパーチクルボードに
あの薄い杉材を貼って、うん、まあ、めちゃくちゃ軽量で作ってました。うーん、まあ、それも、まあ、それでね全然ありだと思うんですけど、うん、床材どうしてもねあの熱で曲がるのよ。あ、そうなんだ。曲がったりするから、うん、まあ、それがちょっと怖いなと思って今回9ミリを買ったんですけど、うん、まあ、それがね、どういう風に出るかそうだね、うん、ベニヤも多少曲がるから、うん、だその木 の, あの曲がりを抑えてくれるのか、うん、木ともしくはベニヤも一緒にめっちゃ曲がるのか。あ、そうか、うん、そういうとこね。そうそう、木はどうしてもやっぱり曲がっちゃうからね、うん、ビニール袋を準備しました。はい、型取り用ですね、うん、で両面テープがないから養生テープでちょっと一旦仮で固定しようかな、うん、この木わら辺を。ここのビニールの上をここのいっぱいで合わす感じ、うん、こっちはいいんでしょ。もうちょっとそっち、いやいや、そっちもそっち、そっちも、印をしないといけないから。ギリギリじゃなくていいんでしょってことよ。そうそうそう、結構アバウトだね。やっぱ水つけた方が良かったかな、うん、アバウトすぎないね。うん、これここがちょっと外側でいいんでしょ。このうんうん、これ外側で黒口の、うんうん、ちょっと清書するえ、巻きペン、え、いいよいいよ、すごいスムーズだね、うん、上手じゃん。ちょっとシュッシュしてみるね、うん、最初からしなさいよっていうことなんだけどね、うん、どう？あ、した方が良かったよ。なんで準備してたのにしなかったのかな。このままカッター入れた方が早いかな、うん、でもいいんじゃない？あ、合うんじゃない？うん、合う合う。合うね。うん、大丈夫だ。オッケー。で、これで作ります。はい。多分片方微調整して、微調整したのでもう片方取ればもう同じものができると思うんだよね。うん、あ、車のサブバッテリーとかも考えないといけないな。よいしょ、まあ、とりあえず今日であっちの窓を両方埋めて、うん、で床もできればやりたいなと思ってるから、うん、床もね地味に時間かかるわけよ多分。じゃあ食べよう。はい、いただきます。いただきます。なんか聞こえるね、車の音が聞こえるね。こっちも眠たいの。眩しいの。はい、それではですね、こっちから498ぐらいの寸法で良さそうなので498でまっすぐ切りたいと思います。こっちの横の方はまっすぐじゃなくて若干斜めになってるんですよね。角をジグソーで取りたいと思います。ちょっと思ってたより難しい。そう、一回ちょっと押してみて。こうなるから、
ここのこの面をきっちりこうペーパーと一緒でペタってくっつくところがあるでしょう、うん、ここをキープしながら切っていくんだけど、うん、こここの刃の先がここにあるわけよ、うん、だから思ったよりこっちのね早く後ろをこっちの後ろをこう動かしてあげるの。あ、はい、先端を軸にこう動かしてあげる感じ、はいはいはい、だから全体的にこう全体的に回すんじゃなくて、うん、この先っぽを基準にこう後ろをこう振っていくの。下を切る見て何軽く気づかないうちに事件が起きてたんですけど、あの何2枚目も切ってるっていうだから重かったんだ重かったもん、すっげえここ、うん、まだだいぶ切った方がいいね、うん、あ、ほんとだね、うん、まあ、こんぐらいやったらいいかも。多分あの吸盤を取り付ければこれよりちょっと出るはずだから、うん、ギューってこうあの押さえ込まれるぐらいで、うんうん、ね、反対側も当ててみます。ここはね角になんかほらあの電熱線のあれがあってさ、ここだけピッて描いてあげないといけないんだって。ここにほら、うん、金具があるから後からサイズはいいでしょ、うん、サイズ同じもんでいいね、うん、いいね、ちょうど、ね、はい、まあ、さっきあの1枚目作った時に、うん、もうささっと切ったんですけど、うん、こういう場合使うのはあのもうまっすぐ切るだけなんで、うん、この丸のこう定規、うん、脇定規って言ったりするんですけど、これを使います。はい、でこれね最初結構難しいのよ。ああ、そうなの、うん、斜めになんの。これ結構コツがいる、本当に。だからこういう場合は、あの、丸の子をこれに沿って、最初、今これも9ミリに合わせてあるんだけど、うん、ここに沿って最初丸の子をこうスーッと切りながら落としてあげるわけ、うんうんうん。で、それからこれをセットするんだけど、うん、あの、やったことない人はやらない方がいい。難しい、ね。難しいっていうか、危ない。危ない。うん。僕らも慣れてるから、それでやるんですけど、うん、まあ、もし噛んでしまったらこれこっち側に飛んでいくからさ、まあ、飛んでいきはしないけど、うん、まあ、この丸の子は止まるから、うん、電気丸の子だったら止まらないから、うん、もう危ないです。だからジグソーで切った方がいい。うーん、慣れてない場合はジグソーでも切ってくださいね。はい、サイズはどう。あ、でも入れたらもう取れんくなった。これ、ね、いいね、うん、ちょっと待って、2センチぐらい取ってもいいかな。うん、ちょっと大きめ、ね、2センチぐらいじゃない、うん、2センチね。そんな大きめじゃなくない、2センチ。うん、2センチで取ってみよう。ここのこういう細かい RI さ、ここの刃の厚みがあるからさ、長さがさ、うん、だから何でも何回もこう行ったり来たり行ったり来たり、この辺しよったよね。なここであのここの刃がさ、うん、くるって回るスペースをここにね作ってあげるの。こうギー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 って言ってスペースを作ってあげてから、これをくりって回してこっちに行って、うん、またこっちもこうギー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 ってこう行ってあげて、うん、ここでくりって回せからこっちを切ってあげると、そうなんだね、うん、これがこうあんまねじれちゃうからさ、ここのカーブが強すぎると、うんうん、おお、バッチリじゃない。シンデレラフィッツ、おお、綺麗にはまった ねいい感じ。
それではおはようございます。おはようございます。今日は DIY 2日目になります。はい、はい、今日も天気がいいです。はい、でね、今回ですね、うん、昨日全然終わんなくて、うん、というかもうトラブル続きでですね、昨日はもう心が折れました、うん、で折れてたね。こう、うん、後半ね、もう仕上げて片方だけでも仕上げようと思ってね、うん、結構頑張ったんですけど、6時半かそんぐらいまでやったかな、うん、暗くなって投光器をつけて、まあ、ちょっとやったんですけど、うん、いやこれはもうダメだと思って、うん、もう諦めて、うん、あの他の方の YouTube をもう一回見直してですね、うん、え何がおかしいんだろうと思って、うん、あのいろいろ考察してみたんですよね、うん、そしたらね、もう大きな間違いがもう3つほどありまして、はい、もう今回の DIY は大失敗に終わりました、はい。まあ、とりあえずその失敗を今から説明していくんで、はい、失敗をどのように失敗したかっていうのをお伝えして、うん、もしこれをあの見てやろうってする人は、うん、そこをね、考慮してやってもらえるといいと思います、うんうん、はい、ね、見てください、もうこのねめちゃめちゃな姿もう大失敗ですよ、これも暗い中、そうパンパンって言ってたと思ったらこれを剥がし出してたもんね解体しましたそれではですね、あの大失敗になった3つの要因なんですけど、うん、まず要因その1、はい、このガラスがですね、まっすぐだと思っていたのが、うん、若干こう R 形状になってるっていうことですね。でちょっとわかるかな、ここでほらこういう風にしてみるとわかるんですけど、真ん中であの端々に差し金を当てた時にですね、うん、真ん中で1センチぐらいへっこんでるんですよ、うんうんうん、あ、まずこれ、うん、これがもう予想外でした。でここがね、あの1センチぐらいへっこんでるんですよね、うん、真ん中がね、うん、でもこれがね全ての始まりですよ、うん、で要因2なんですけど、うん、このうちが買った小川のね、あの吸盤なんですけど、うん、ここの深さがほら約15ミリなんですよ、うん、吸盤のここのネジね、深さ中かここネジの長さが約15ミリ、うんうん、なんですけど、あのこれがね、あの15ミリで全部計算してたんですよね、うん、でコンパネも9ミリのものを買ったんですけど、うん、それがさっきのほらここが R 状になってるじゃん、うん、でここがさ1センチぐらいへっこんでるから、うん、あのかかりがね浅くなってくるのよ、うんうんうん、でそれであの要因3つ目なんですけど、うん、9ミリコンパでもネジが届かない、うん、っていう感じです。でどういうことになったかって言ったら、すぐパカって取れちゃうっていうことだよね。そうそう、これで要はね、この吸盤の付け方もあるんですけど、うん、この付け方っていうのがこのままペタってやって、うん、このままペタってやってから締めるだけじゃそんなつかないんですよね、うんうんうん、どういうふうにするかっていうと、これがプラスチックになるんですよね、うん、でこれがまああのゴムみたいな感じなんですけど、うん、ここをなるべくギュッて押し込んで、うん、中をなるべく空気を抜いてあげてから、うん、こいつをつけて、うん、このネジを回すんですよ、うんうん、まあこの時でも押していいんだけど、まあなるべく中の空気を抜いてこうやってあげないといけないんですけど、多分だいぶ強いよ、今引っ張ってん、あ、全然取れない、うん、でこれだったら取れないんですよね、うん、だから9ミリのコンパネを使ってね、あのネジが山がかからなかったんですよ、うん、こっち側はなんとかかかったんですけど、うん、だから9ミリでも厚いんじゃないかなと思って、うん、厚みが、うんうん、まあただね、真ん中が一番へっこんでるじゃん、うん、この R 状になってるからさ、うん、だから四隅に吸盤をつけるんだったら多少厚くてもいけるかも、ね、でうちはもう吸盤が4個しかないから、うん、この真ん中付近につけないといけないんですよ、うん、だからその時点でもう厚みが大体決まってくるんですよね、うんうんうん、だから9ミリでネジ山がもう微妙にかかんなかったんで、うん、もう次4ミリで、うん、もう4ミリベニヤだけでも行こうかなと思って、うん、で、そのうちタイミングを見て、杉材がね、安くなってから、そちらを購入して、うん、まあ、貼ってみようかなと。
はい。だから今回は、板を貼る予定だったんですけど、うん、もう急遽変更しまして、うん、ベニヤに色を塗って、うん、とりあえず一旦もう簡易的に窓を埋めるっていう形で、うん、まあ、終わらせたいと思います。はい。で、その、板でもよかったんですけど、うん、その失敗した板解体する前もちょっと悩んだんですけど、うん、人によってはですね、板に金具を打ち付けて、うん、金具を両サイドにつけて、うん、ここのね、隙間にうまい具合に差し込んでる方がいらっしゃったんですよね。うんうんうん、まあ、それもいいなと思ったんですけど、うん、まあ、いいなと思ったんだけど、でもなと思って、まあ、そこら辺はちょっとこう煮詰めた方がいいかなと思ってですね。うん、で今回はとりあえずもこの吸盤で付けるタイプの4ミリベニヤで仕上げて、うん、まあ、一旦良しとしようと思います。はい。で、次ですね、もしなんか、まあ、いい材料とかホームセンターで見つけたら、もう一回考え直してですね、うん、次のタイミングで、まあ、ね、より良い感じで仕上げてみようかなと。うん、ということで、はい、まあ、今回はもう大失敗ですね。大失敗。本当に？で、小川のこれね、地味に高いんですよ。そうなのよ。耐荷重が12キロで、うん、まあ、重い方が、じゃあ耐荷重が多い方がいいかなということで、ちょっといいのを買ってみたんですけど、うん、高いがゆえにね、うん、追加で買えないっていう。そうそうそう。そうなの。だから逆にもうホームセンターで、耐荷重8キロのがあったのね。うん。まだあれは4つ買った方が良かったのかなって。うん、4つ違う両面でもう8個ってことだよね。そう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 。四隅にってことね。うん。だよね。の方が、まあ結果的にね、良かったのかなと思ったりもしました。はい。今回は全部悪かった。うん。まあ、この失敗談を見て、うん、皆さんね、自分に合ったものを作ってみるのも、いいのかもしれないです。ねえ。失敗はありますよ。はい。ということで、気を取り直し、やり直したいと思います。はい。When the sun's going down, no stars in the sky.I'ma head down the road across county lines where they roll up the smoke. They pour beer and wine. いいですか？うん。で、それでは早速できたので取り付けてみようと思います。はい。サイズはね、いいんですよ。うん。もう最初作った型があったからね。そうそうそう。お、取れないね。あ、取れない。うん、取れないね。今だよ。こんな簡単に終わったんだよ。ほら。色は水性ステインのシンウォルナットを使って、ちょっと水で薄めて使いたいと思います。Well, the folks gathered round. They all look the same. They know my train. なんか時間がないから余分な分はもう拭き上げます。うん。そしたらじゃあ、こっちの緩衝材の方をですね、貼っていこうと思います。うん、貼ろうかな、うん。まあでもこれでもね、多分全然いいと思うよ。うんうん。横なくても。じゃあもうそれでいいんじゃない？いいんだったら。一旦これでね、うん、ちょっとつけてみようか。うん。パコンパネに色塗ると。めちゃめちゃなんか作った感が出るね。どういうこと？なんだろうかな。もう本当目隠し程度っていう感じ。よっしゃ。ああ、いいわ。テープを四隅つけなくても大丈夫そう。四隅じゃなかった。横の方も。大丈夫じゃないかな。こっちはこうだよね。
でしっかり空気を抜いてあげると取れないよね。うん、取れないね。実際。で、これは、こっち側が取れてないから。うん。取れないでしょ。取れない、取れない。で、こっちネジを逆につけてみました。このフックをつけれるように。うん、こっちが正解なんですけど、こんな感じで、フックをつけれるように。うんうんうん、このフックも、小川用の吸盤はついてるんですよ、最初で。うん、うん。これだったらいいね。うん。まあ、なんかティッシュをかけたりとかも、なんかできるし、うん。そうだね。じゃあ今回は窓埋めをしたわけなんですけど、はい、まあ、いろいろ本当ありましたけど、ありました、吸ったもんだがありましたよ。ね、まあ、まあどうにか一応まあ完成という形でいいんじゃないでしょうか、うん、はい、まあ最初からこれやっていればね、まあ3時間ぐらいで済んだんですけど、いやでもね、3時間じゃ済まないと思う。このさ、枠を決めるのにすごい結構時間かかったよ。あ、だからそれ今回はもう枠が決まってたから早かったけど、うん、そうね、その時点で、まあでも半日ぐらいで済むかもね。うん、そうだね。うん、4ミリメニアだけだとね。うん、あと、まあ付け加えるとすれば、もうこれに薄いなんか、短パンを貼るか、うん、まあ薄い杉板を貼るか、ぐらいですかね。うん、まあ CF シートでもいいと思うんですけど、うん、まあとりあえず一旦これでよしとしようじゃないでしょうか。はい。はい。やっと終わった。はい。ああ、よかったよかった。私直してないんだけど。まあでも今からだよ、うん、まだ次回はですね、うん、ここの床を張ろうと思ってるんですよ、はい、でうちは床をね、シートを、下のシートを剥いでから床を張るんじゃなくて、うん、この既存のシートの上に板をもう乗せるだけの、うん、置き板型っていうのかな、うん、っていう感じでしようと思います、はい、まあもし車検とかでなんかあった場合はもうすぐ取れるようにですね、うんうん、そうだね、うん、そんな感じでやっていこうかなと、はい、でもう材料は買ってあるので、はい、まあ、時間を見つけてまた作業の方していこうと思います。はい、はい、じゃあ今回の動画はちょっと長くなりましたけど、はい、最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。この動画が良かったらいいねと、はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。長かった。Yeah, we stopped at nothing, baby. They couldn't take us, they couldn't change us, they couldn't catch us if they